今朝の4時40分なんだけれども、今日は水やりについてお話ししたいなと思ってます。で、今年ね1ヶ月ぐらいまともに雨降らなくて、でずっと猛暑日の連続で、畑どんどんカラッカラになって、水がなくて困ってます。で、暑すぎてお年寄りがメインだから、草取り来れなくて草ぼうぼうな状態です。で、俺も他の畑 2,3 個持ってるから来れなくて草まで手回らないっていう感じです。まあ別にいいんだけどね、俺はいいと思うんだけどで、雨が全然降らないから、暑いからさつまいもがどんどん枯れてきて、このさつまいもが枯れるって俺初めて見るんだけど、このマルチの中もカラッカラなのさ。で、この土もね、掘ってもやっと湿ったのが出てくるかなっていう感じで、土ぼこりもすんごい舞いやすいのさ。それだけ乾いてる状態です。で、こういう状況において水やりどうするかっていうことね、技術的っていうかノウハウ的な話をねしたいと思います。で、まずここはね、湧き水で川があって、その川の水を池に引いて、その排水がここに流れてくるんだけども、それをせき止めてポンプで上げることができるんで、水源はあるからすごくいい。水があるっていうのはすごくいい。水がない畑で俺ずっとやってきたからすごく羨ましい。で、まあ、まずポンプかけちゃうか。オンにして、たまにこれご機嫌斜めでかかんない時あるんだよな。かかってくれよね。あ、よかったよかった。で、あれのポンプで水をよいしょっと引き上げて、あそこねじれてるな、ねじれてるところを、なあ、また。で、こうやって出てくるんで、これをね、まあ、補足したり何したりしてあげるんだけども、水やり、まず前提としてね、朝早くやってる理由、これ何かって言ったら、ほら、朝さ、早いと土がまだ濡れてる、濡れてるじゃない、熱くなってないわけさ。暑い状態でやっても焼け石に水で全然染み込んでいかないわけさ。だから土がまだ温まる前、お日様が完全にできる前、このくらいの薄暗い明るい状態、もっと暗い状態からやったりするんだけどね、俺はね、に狙ってやってます。で、お日様が出てから葉っぱにかかると、水のあれがレンズになって葉が焼けてしまうと、まあ、そういう場合もあるんで、下げてます。朝早くやってます。朝早くやるっていうのがまず水やりの大前提なのね。こうやってさ、やるのがまず大前提。水がすぐ蒸発しない時間、まあ、朝早く、まあ、6時ぐらいが一番気温低いのかな。だからその時間を狙ってこうやって水をまくと。だからそれが早くやってる理由。朝4時とか3時とか、まあ、3時ぐらいに起きてね、まだ暗いから、まあ、準備してなんたかんたして、くれば、まずちょうどいいぐこのくらい明るくなって作業を始められるという感じでやってます。で、水をやるやり方として、今ずっと喋りながらやってるみたいに前面に撒くやり方もあります。これがまあ普通っちゃ普通だよね、一般的に。ただこれね、ほら前面にやってるからなかなか染み込んでいかないと、ということで、なんだ、株元にやったりするんだけども、ここ大根出てきたな。例えばこう大根ここにあるんだけれどもね、大根この株元にドバドバドバってやる人もいるんだけども、そうすると根っこ傷めるから俺はそれおすすめしません。かなり大きくなってるんであればいいんだけれどもね、里芋そっちにあるんだけど、里芋とかね、まあ里芋も根元掘れたくないからあれだけども、の大きい木とかであればそれでいいんだけども、こういう弱々しいさ、芽が出始めのものにそれをやることは俺はおすすめしないんで、だからまあこういう風にドバドバの状態じゃなくて、少しこうスプレー状、なんて言えばいいんだね、こういう状況にして直接かけると。あとは上からふんわりとね、畝の上を狙ってね、やんわりと上からふわっとかける。まあこれだよね。だからこれが畑、まあここにあったとするじゃん、
こうやってやるとさ、ドバドバドバって、こうすると根っこと土が離れてしまうわけだ。ね、こうなっちゃうわけだ。ね、こういう感じになってしまう、惚れてしまうわけだ。そうすれば枯れる原因になっちゃうから、それはしないと。ただ畝の上を優しくふわっとふわっとかけれるように水やりをやってくださいね。こういう感じ。まあ浄炉もシャワーでさーっとやれるならそれが一番いいかなね。あれが一番優しいと思うから。ただそれだとほら広いじゃん、ここ広いじゃん、この1ヘクタールあるのかな。で、新しい畑もね、実はそっちにね、建設会社さん作ってくれてあるんだけど、今年はやってないけれどもね、こんだけ広いとやってられないんで、まあ、やっぱこういう形になるかなね。ふわーっと畝の上を狙って巻く、優しく巻く。だからこの巻き方もこのふわーっとだからいいけど、これをこういう風にやれば意味ないからねこれ意外と分かってなかったりするから、みんなね、こうやってほらドボドボ先も見せたけど、これダメで、これをやる場合はこの畝間、通路の部分にがっつりこうやってやるんだったら OK。 これだったら別にね、作物がやられることもないしね、掘れても別に関係ないから、がっつりやりたいんだったら畝間にやるっていうのもありですね。ただ遠くなれば面倒だから、やっぱこういうふわっと畝の上に、作物の上に直接かけてあげるが一番かな。で、たっぷり時間をかけてください。特にね、今年みたいに猛暑でさ、日照り続きで雨が全く降ってないっていう時は特に特にしっかりとやってください。この面積であればまあ3時間4時間ぐらいかかるかな、このポンプを使ってもね。そのくらいやってください。ただ表面が濡れただけだったら全然それ意味ないんで、しっかり中まで染み込むようにじっくりがっつりやる、それが大事になってくるんで、そこを気をつけてやってほしいなと思います。だから朝早くとふんわり水やりと、たっぷり時間をかけてやる、これを気をつけてやってもらえたらいいなと思います。それでね、農家の言葉で水やり3年っていう言葉があるのさ。だから水やりってただ水をやってるようなさ、簡単に考える人が多いんだけど、こうやってほら濡れるだけでこれで終わりみたいなさ、まあもう少しやるかもしれないけども、そう思う人もいるけれども、やはり何が大事かっては作物にとってどのくらいの水が大事かを考えて、その時の状況に応じて、ね、天気とかその空気の乾きぐらいによって、水のやる量、時間を調整することが必要になってくるんで、そうするとそれを分かるためにはやっぱり3年はかかると。だから水やり3年って言われてるんだけども、本当にね、本当に今年ね、1年目の人とかとやってて見てれば、水やり全然足りねえなと、喋っても全然足りないなってね、その状況、地球の環境、作物の状況、作物によって水の量も変わってくるから、そういうのを判断することが分かること、分かることというか分かるようになるまでやっぱ3年はかかるっていうのはよく分かる。で、ただ漫然と3年やるんじゃなくて、しっかりと考えて勉強して、で3年ね、やってやっと分かるって感じ。俺も10年経ってやっと分かってきたかなって、まだ分かんないよ、やっぱ水やり10年ぐらいかな、っていう感じなんで、やっぱり水本当に大事なんで、ただただ漫然と水をやるんじゃなくて、ちゃんと作物に届くように、でその日の天気によって、湿度によって、これまでの天気によってやっぱ変えていかなきゃいけないし、こうやって全体に巻いて、とりあえず地温を下げながら、その後この株元を狙ってかける。で、その後さらに通路のところにジョボジョボとかけて、で、地下の水脈とつなげようとしたりとか、いろいろなやり方があるんで、そういうのを考えてやる。そのためにはやはり水やり3年、10年は勉強しなきゃいけないと思います。だから作物にとって変えるっていうと、やっぱスイカは水少なくていいなとか、ナスとかは必要だなとか、種をまいたばかりだから水しっかりあった方がいいなと。で、雨が最近多いからやめておこう、最近猛暑続き、まあ、今年みたいに日照りだってなればものすごい量が必要だとかね、いろいろそういう判断をするためにはやっぱ経験を積まなきゃいけないから、水やり3年、俺はまあ5年、10年かかってやっと分かってきたかなっていう感じなんで、ね、しっかりとそういうことを考えながら、俺まだまだ足りないな、きっとな、だからそういうことを考えながら水やりをする必要があるんで、ただ水をやってるんじゃないんだよっていうことも知ってほしいなと思いますんで、水やりに、まあ、心を込めて作物のことを考えて、しっかり、ね、やってみてほしいなと思います。で、これね、
こういうやり方もあるのよ、折るやり方。大体みんなね、こう押さえてやるのが主流だと思ってるんだけれども、こう指が痛くなるのね。たまにこれ折ってやるとね、少し楽なのか。で、飛距離も伸びるんで、結構おすすめですんで、こういうやり方も覚えておいてもらえたらなと思いますんで。まあ、今日はこんなところで、水やりはしっかりとやってください。水やり3年と思って心を込めて、頭を使って、しっかりと丁寧にやること。特にこういう猛暑の続きで、雨が降らない時とかはね、がっつり丁寧にやってみてください。